トモヤンテニスチャンネル、トモヤンです。MJ です。今回は、高いバックハンドスライス、はい、解説していきたいと思います。はい、特にね、僕、片手バックで、まあ、MJ 両手バックじゃないですか。両手バックの方は、面立ててね、こう打てると思うんですよ。はい、片手バックの方ってそれが難しいと思うんで、うん、やっぱフェデラー選手とかでも、リターンとかよく使いますよね。はいはいはい、スピンサーブ打たれて、やっぱりスライスでカットしていくっていうのが多いと思うので、そこを皆さんにマスターしていただこうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、では高い打点のバックスライス説明していきたいと思います。まずね、ちょっとグリップ気をつけていただきたいんですけど、まあもう高い打点ってなってもスライスはスライスなんで、握り的にはまあいろいろな握りはあると思います。コンチネンタルが基本になってきます。縦握りですね。フレームの部分握っていただいて、このまま下に、下ろしていくのがコンチネンタルグリップになります。ここからいろいろちょっと右寄りこういうグリップになったりとか、自分の手が左に行ったりとかいろいろあるとは思うんですが、おすすめはやっぱりコンチネンタルかラケットもうちょっとこう左に行ったこういうグリップですね。ちょっとフォアハンド寄りのグリップでスライスを打ってもらうのが、分かりやすいかなと思います。それ以外のグリップでやってしまうとちょっと面がね、片手バックハンドぐらいの厚い当たりになってしまうので、あまりおすすめできないので、このコンチネンタルかもう少しフォアハンド寄りのグリップで皆さん練習してみてください。はい、でまず、気をつけていただきたいのはこのラケットを持ってる方の肘ですね。右肘をセットの時に高くしてもらうということを意識してもらいます。高いボールが飛んでくるので、当然ラケットセットは高い位置にセットするんですね。このテイクバックの時にセットするんですが、ちょっとボールもらっていいですか。高いところラケットだけを高くしてしまうと、どうしてもこう打ち下ろすようなバックボレーみたいな形、高いバックボレーをするような感覚になってしまって、ボールが下に行ってしまうんですね。どっちかというとこう手首を返してしまうような、ボールを打ってしまうので、肘を高く持ってきてもらって、ちょっとラケットはダウンするようなイメージでセットしてもらったらいいかなと思います。でこの右肘が高くなるとラケットセットが低くなって、インパクトですね、打点の時にラケットが立ち上がるように当たってくれるんですね。ちょっと上向いた状態で当たります。こうやって構えてもらって最後止まって、この形で待ちます。ここからラケットが立ち上がって上向き作ってもらったら、アンダー回転のボールが打てるので綺麗なスライスが打てるかなと思います。ですので、ボールが飛んできた時に自分の右肘が自分の顔の位置、まあ、視野ですね、ボールを見てる中で視野の中に肘がしっかり入った状態を作ってもらえれば理想的かなと思います。ちょっと打っていきますね。はい、これね、この時にしっかり右肘高く、この時に右肘を上げてあげる、上げなかったらこうなります。確かにラケットは高い位置にあるんですね。高い位置にあるんですけど、右肘はすごく低い場所にあるので、慣れた方だったら確かにこれでも回転のかけ方っていうのが、当たりっていうのが分かるので打てないことはないんですが、ちょっとまだ苦手っていう方はしっかりラケットがこう立ち上がった状態で当たってもらいたいので、それを実現させるためにも腕の形が降りた状態から上がってくるっていう感覚を持ってもらいたいんで、じゃあ右肘高く上げて当てに行く、右肘高く上げて当てに行くっていうのを意識してもらえれば、テイクバックっていうのは完了かなと思います。ここ視野の中に入るように、ちょっと勇気いるかもしれないですけど、抑えようという気持ちが強すぎると逆にラケットがね立ち上がってしまうんで、右肘を上げてラケットが立ち上がって抑えるっていうイメージを持ってもらえれば分かりやすいかなと思いますので、気をつけて練習してみてください。はい、では2ポイント目になります。2ポイント目はラケット高い位置セットしていただいたら、次はね平行にラケットをスイングするというのを意識してみてください。どうしてもね高い打点でボールを取ってしまうと、スライスって上から入るイメージを持つでしょ。上から入ってしまったらフィニッシュがやっぱり下になりやすい方が多いですね。下になると回転がかかりすぎてボールが上に飛んでしまうので、どっちかというと前にという意識を持ってもらった方が
高い打点は捉えた打点からスーッと下に降りていくような弾道になるので、できるだけ前に前にという、平行のイメージを持ってラケットスイングをしてください。これね、平行と言っても絶対に、ちょっと僕やってみますね、絶対にこれちょっと下行きます、絶対に上から入ってるんでちょっと下行くんですね。でここで終わるんではなく、通常ちょっと普通のスライスける通常のスライスとかでもちょっと下に下がるんですけど、ちょっと高いのでじゃ終わった後下に下がったらまだちょっとネット越えてくれって言って上に上げるようなイメージ持ってもらえると分かりやすいかなと思います。これだとね、上から下だけのスイングになっちゃうんで、ここからまだ前にグッと行ってもらえれば平行スイングっていうのは分かりやすいかなと思います。高い打点ね、前に持っていくんですが、一回下に入って前です、押し込むようなイメージですね。スイングは終わってるんだけどちょっと自分から前にグッと押し出してあげるイメージを持ってもらえると、コントロールがものすごくしやすくなるのと弾道が低くなるっていうのを覚えておいてもらったらいいかなと思います。これ通常のスライスでも普通のちょっとこう押し込むんですよね、向こうの自分の打ちたい方向にぐーっと押し込んであげる、当たった後に上から入って下入って前に押すことによってアンダー回転がかかりやすくなって低い弾道のスライスになっていくんで、高い位置から入って前に入る、上から入っていただいて下に行くんですが、もう一回前っていう勇気を持ってちょっと練習してもらったらいいかなと思います。横から見ると、通常のスライスで上から入ってちょっとこう下に入って、こういうなんていうんですかね、よく遊園地とかあるじゃないですかジェットコースターのやつ、こういうイメージ持ってもらったらいいです。これを上で同じようにしてもらう感じです。どうしても上やからって言ってこの運動だけになってしまう、直線的な運動になってしまうんですけど、前にこうやって下にちょっと円を描くようなイメージで打ってもらえると綺麗なアンダー回転はかかると思うので、ここでやってることを、下でやってることを上でやると思ってもらったらいいかなと思います。お願いします。上から前に、結構体が当たった後ぐーっと回ってしまって下に降りやすいんで、自分のこの肩甲骨だったり胸周りをちょっと意識して前に前にっていう意識持ってもらえれば、このメニューは、あ、このポイントは抑えやすいかなと思いますので、皆さんも気をつけてやってみてください。はい、3ポイント目になります。3ポイント目は、打ち終わった後にあまり上半身が回転しすぎないようにお願いします。これは、ダメっていう理由が2つあって、回転しすぎちゃうと、まずボールも回転しすぎます。こうやって普通のスライスでやる、通常スライスでもこうやるとやっぱりラケットが平行すぎて上にボール飛んでしまったり、だから出だしが平行になっちゃうんですよね。ですので、ボールが上に飛んでしまう。もう一つは、スイングがちょっとね速くなりすぎてコントロールしにくくなるっていうのもあるので、できるだけ打ち終わった後っていうのは完全にこうね横向きで終われっていうわけではないんですが、この骨盤の部分がお願いします、こうやって回りすぎないように気をつけてもらったらいいかなと思います。私はね、手がね、腕がね、こっちに行くっていうのは全然 OK なんですけど、これが高い位置だとね、どうしても押さえようとしてしまって、ここの部分がちょっと高いのお願いします、ちょっと折れてしまって体が回転してしまう方とか多いので、できるだけちょっと勇気を持って保ってね打ってもらえると、ラケット操作を腕で自分でこうやってねすることができるんで、平行スイングっていうのはものすごくやりやすいかなと思います。頑張って、この最初ね、難しい、嫌な苦手なことって勇気がいると思うんで、ここしっかり固定していただいて、このまま前にスイングしてもらえれば横向きをキープして打てるかなと思います。この時右足ちょっと気をつけてもらったらいいかもしれませんね。右側の小指の方ですね、右足の小指の側面を打った後に相手の方に向けておくとキープってしやすいと思うので、この足が軸に
回ってしまうとどうしても前向きっていうのは作られてしまうので、この右側側面を打った後にスーッと相手に見せるようなイメージで、じゃあ上半身ちょっと回ってもまだマシかなと思いますので、ここをちょっと意識して相手に見せるように練習してみてください。